今から日本語のレッスンを行います。日本ではいわゆる省略語が日常的に使われている例えば女子高生のことを JK と言ったり空気が読めない人のことを KY と呼んだりするなど専門家によるとこの省略語の利用頻度が増えているそうだ個人的に僕はこの省略語が好きじゃないけど日本語の一部であるっていうことは否定できないので 今日は省略語をいくつか紹介したいと思う。具体的に言うと未来の日本でできそうな省略語。 1>, 1番東京五輪の準備と観光客でこれまでにない混雑が起こってしまうと予想して OJT オリンピック渋滞2番ハーフの人がどんどん増えて日本人よりハーフとそうでないハーフのグループがはっきりできてしまうと予想して SZHMZH 寿司好きハーフマック好きハーフ 3番いつかハーフではなく日本で生まれ育った純粋な外国人がミス日本になると予想して m i s まさかの優勝4番優勝者がブラジル人であるためカーニバルブームが起こると予想して SBD サンバボディダイエット5番 TPP のせいで汚い牛肉がどんどん増えて食中毒で死ぬ人が激増すると予想して MBS モスバーガー氏。6番このままアイドルブームが拡大し続けどいなくにでもアイドルグループが できててししまうと予想 KSM48、上島487番、いつしかアイドルバブルがパンクし、日本全国がその音楽を一斉に聴かなくなると予想して 48HS47TDFK48 48反対する47都道府県8番、多くなった外国人に影響を受けて日本人もいろんな面で緩くなると予想して JPC10 分遅刻9番、少子高齢化で税金がさらに 上がって貯金ができなくて困る人が増えると予想して 1K5H 1K5 人10番他の単語も省略してるからこれも省略していいんじゃねと思う人が出ると予想して KFC ケンタ ケンタッキー11番外資系が最新技術をどんどん取り入れていくのを見て多くの人が自分の会社の頭の硬さに気付くと予想して MGK 無駄な業務会議12番最新技術を入れすぎてしまった外資系が混乱して潰れていくのを見て 日本企業が古い習慣を極めると予想して MYF メールよりファックス13番そもそも変な外来語と省略語を使う必要がなく純粋な国語を話した方が分かりやすいとみんなが気づくと予想して日本語日本語